はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトル方程式丸三をお送りします。で、このベクトル方程式3本目 で今回もポイントありです。で、今回の主役こいつ方線ベクトル、これね、これが主役になります。で、それに関するポイントの中に1問で、下に問題が2問で計3問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、今回、方線ベクトル。まあ、前、方線ね、出てきましたけど、垂直な線のことね、方線。で、まず、定点、A、まあ、A ベクトルね。それを通って、N ベクトル。で、まあ、あと0ベクトルじゃない。N ベクトルに垂直な直線のベクトル方程式は、ほにゃらら。で、その N ベクトルを直線の方線ベクトルという。まあ、さっきも言ったように、方線、垂直な線のことなので、まあ、この N ベクトルが求めたいベクトル方程式に垂直になってると思ってください。で、先に書いちゃった方がいいかな。先に書いちゃうと、これね、N ベクトル。まあ、内積なんで、まあ、かけるって言っちゃうけど、かける、p が先のがいいよね、これ、ね。p ベクトル、マイナス、a ベクトル。これが、0になります。で、これは、ベクトルを、ね、前からこう長く勉強してますけど、垂直、2つの直線がね、直線が垂直になってたら、それはもう内積が0なんだよね。で、それを使ってる、結局は。でも、なんでこうなるかっていうと、ちょっとイメージをね、持ってほしくって、定点 A でしょ。で、今までこう P って使ってましたけど、イメージは、あれでは通ってるだけだから本当は AP じゃないんだけど、まあ、ちょっと AP って言わせて、説明上。こう、直線 AB があると。で、それと N ベクトル。まあ、こうしとこうかね。これが垂直になってる。今もしこう伸ばしてね、垂直になってると。で、AP っていうのは、まあ、こう AP ベクトル。で、こっちが A ベクトル、こっちが P ベクトルだったら、後ろ引く前なので、P ベクトル引く A ベクトルになるじゃんか。で、結局、この N ベクトルと、こいつが垂直なので、これとこれの内積かけたものが0になるよって。まあ、そう思っててるだけです、ここはね。まあ、ここはもう頭の片隅ぐらいでいいですね。思い出すときに使ってもらえたらと思います。結局は垂直っていうのは内積が0っていうことなんでね。では、それの時 N ベクトルを方線ベクトルと言うと。で、もう一個、今回問題にしてないんだけど、すごく大事なのが、直線の式がこういう状態。AX プラス BY プラス C イコール0となってる時、もしそこから方線ベクトル求めなさいみたいな問題が出てきたら、ここの X と Y の係数 AB ね。それを持ってきたものが、そのまま方線ベクトルになります。これね、地味に使うんで覚えておいてください。で、後々ちょっとこっちね、解いた後にまた言うので、一応今そうなんだぐらいで思ってもらえたらと思うんですけど。では、実際にね、問題やっていきましょう。で、次の点 A、こいつはね、点 A を通って、N ベクトル。これがね、方線ベクトルである直線の方程式を求めようと。こういった問題です。で、これはもう上にあるように、これを使うだけです。いいね。で、求めたい P、の部分。ここを XY だと思って普通に解いていきます。なので、これを使っていくと、まず N ベクトル。こっちなんで、まあ3の4だよね。で、こうなって、P-A なんだよ。で、P がさっき言ったように XY です。いいね、XY。だから、X から A の部分を引くと、まず左側、X-2 となります。で、右側は Y-A の A をこれマイナス1ね。y-1 なんで、結局 y+1 になります。で、イコール0と。で、これの計算の仕方は、左と左、右と右をかけるだけなので、左左かけると、3x-6、右右かけると、プラス 4y、プラス4、イコール0です。で、あとまとめるだけだから、3x、プラス 4y、マイナス2、イコール0と。これで終わりです。すごくやりやすいと思います。ここに関してはね。いいかな？
で、ちょっと右も解いてからさっきのこれに戻ろうかな。なので、右も同じようにやっていくと、まあ、大事なのはこの公式なので、n ベクトルはまず5のマイナス1。で、内積でかける、さっきも言ったように p から a を引くと。で、p は xy なので、x からマイナス1を引くと、x プラス1。で、y から3を引くと、y 引く3と。で、必ずね、イコール0です。内積が0だから。で、これは左左、右右かければいいから、もちろん暗算でできるんだったらね、一気にまとめちゃってもいいんですけど、一応ね、右右がマイナスかけるから、マイナス y プラス3イコール0と。で、まとめて、5x マイナス y プラス8イコール0と。で、ここに関しても、もしね、あ、前回言いましたけど、y イコールに直しなさいっていう、そういう先生だったら、みんながね、教わってる先生が、そうであれば、そっちに合わせてください。基本的にこれで罰は食らわないはずなんですけど、これでね。まあ、もしそういう先生だったらね、そこに合わせて、それで落とすのはもったいないんで。まあ、出し方としては、こんな感じです。方線ベクトルを使った時にね。で、さっきのやつに話を戻すと、もし、みんなが違う問題を解いていてね、こうやって直線の式が与えられてると。そっから、まあ、ダイレクトに方線ベクトルを求めなさい。だったり、方線ベクトルを出して計算を解きたいとき。なんかは、この状態、ここです。3と4でしょ。x と y にくっついてる係数なんで、3と4。それがその方線ベクトルになってるから、ほら。で、ここも5とマイナス1。なってるでしょ、方線ベクトルに。なので、もしこれがわからない状態、直線が、あと式がわかってるんだけど、そこから方線ベクトルを出したいときは、x と y の係数をそのまま持ってくれば、そこの成分、ね、方線ベクトルの成分になりますので、それもね、ちゃんと覚えておいてもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 B のベクトル方程式3についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回もう一個ね、ポイント続くんですよ。これ方線終わったので、次回が円です。円に関するベクトル方程式やっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。